失礼します。キャビン。やべえ。うまい。今日はね、ちょっとレトルトなんですけども、D の30倍カレー。この辛さが一番好きなんですよ、僕。まあ見てください。こんな感じです。雑穀米使用します。これぐらいの辛さがねちょうどいいんですよね。またカレーとビールってめっちゃ合いますからね、このブロッコリーとトマトに。湯がき具合が完璧です。うまっ。これ無限にいけるやつですね、カレーと一緒に。タイス。ビール合いすぎて、カレーウインナー、うまっ。卵うまい。最高。やっぱあのカレーって多分男の子一生好きやと思う。昔あの修学旅行とかでさ、なんかあの飯盒炊飯みたいな、あのキャンプ場で米炊いてカレー食べた時めちゃくちゃ美味しかった。あれなんか何なんですかね、あれ普通のカレーやと思うんですけど、山の中で食べるカレーってなんであんな美味しいんですかね。僕の組ね、あの飯盒炊飯ってあの鉄のあれあるやん、あれなんか圧縮なんやろな、火かけて僕の飯だけもう蓋開かへんかったんですよ。なんか気圧がもう限界に来てたんやけど蓋全く開けへんくて、うちのチームの時米がなかったんですよ。だからあの他の班にも分けてもらいました。うまっ。カレーって人が食べてたら食べたくならん。ちょうどね、あのこないだ見つけたいいやつがあるんですよ。岩下の新生姜サワーの音めっちゃ好きなんですよね。岩下の新生姜がサワー出たか思って、これ炭酸で割っていきたいと思います。色はねこんな感じ。ほんま氷いっぱい入れてって書いてたんですけどね、最後においでにすると超ピンク。うまい。生姜系なんで合いますよ、全然。こういうちょっとピリッとスパイス系のやつもね。男梅サワーに岩下の新生姜の漬け汁をバッて入れて飲んだらめっちゃくちゃ美味しかったんですよ。それを今度やりたいんですけど、それとはまたちょっとちゃうんやけどね、ここに男梅入れたらどうなのかなみたいな。
とあのほのかな甘みというか甘み足してる感じなんですよね。まあ生姜と梅ってまあちょっと近しいというかまたちょっと違うんですけどもうちょっと似てるじゃないですか、その漬け込み方というか。で梅干しのあの蜂蜜の梅とあのしそがっつりの梅、赤じその梅両方まあまあ美味しいんですけど、僕はしそがっつりの方が好きなタイプなんですよ。あの蜂蜜の梅もたまに食べたら美味しいんですけど、あれはなんか お菓子って感じ、おやつって感じだからね。僕ね梅干し結構好きなんやけど、これすごい好きなんよ。わかる、これ梅練りっていうの、これこの味めっちゃ好きなんですよ。これはね甘さ全くないんですよ。梅のこの本当に梅の旨味がある感じ。地形の梅干しの方が俺は好き。だから多分ね生姜も一緒やと思うんですよね。岩下の新生姜そのものがあれ、生姜食べるあれは甘さないんですよ。あっちの方が好きやな。だこれ結構甘みがほのかな甘みが入ってきてるというか、ちょっと岩下の新生姜の味とはちょっと違う。まあでもこれはこれで美味しいんですけどね、またちょっと違うものとして美味しいですけど。ごちそうさまでした。うまかった。うまいな、このやっぱ30倍。はい、ということで次回はあのどこ行こうかな。米系続いてるんでついちょっとラーメン系行きたいね。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。200人まであと少し。皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします。ではまたね。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。僕は沖縄で、いつでも友達ができるようなそんなゲストハウスを開業することを夢見て、YouTube 活動をしております。お酒を飲んだり、歌を歌ったりそんな毎日がずっと続くような、そういうところを作ろうと思っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、応援の方よろしくお願いします。それではまた見てね。バイバイ。